I would love just to be stuck to your side, not with anybody else, anybody. ねえ、僕たち卒業したらどうなっちゃうの？未来でどんな大人になっても教えてよ。あ、なんだよ急に。教えて、教えてよ。だってもうわかんないんだもん。俺たちこの先どうしたらいいんだよ。まあ大丈夫だよチャラマツ。つい真面目を気取っちゃう。真面目ろ、何が悪いんだよ。真面目ってすっげえいいことだからね。そういうやつも必要だったりするんだよ。僕はねお前のこと結構好きだから、うん、無理。ああ俺も無理。怖いよね、逃げてるよな。お前が相手だとこういうこと言えるんだよね。やばくない？やばいよね。笑っとけ笑っとけ。ちょっともう何その顔、全然可愛くない。大丈夫だから、仲良くしてるってそれなりに楽しいって。まあたまにムカつくけどね。てかしょっちゅう殺したいと思うけどね。むつろって面白いんだよ。え、どうしたらいいかわからない。そっか、じゃあ僕が素晴らしいアドバイスを君にあげよう。それはね、わあのね、君に送る言葉はね、わあ、ね、わあ、あのね、わあ、助けてー、わあ、長男、あ、なんかそうらしいね。あ、だから知らないよそんなの。てかね、そんなこと言ったってお前はずっとそうだからね。一生逃れられないからね。諦めちゃうのも手なんじゃないの、なんつって。え、じゃあ別に大丈夫ってこと？僕たちもしかしてこのままでもいいのかな。いいんじゃないか。本当に？ああ、お前らは一人残らずいい男になるぜ。もしかしてモテてるの？もちろんだ、すげえモテてるぜ。じゃあ彼女いるの？うん、いる。まさか童貞じゃないの？うん、お兄さんもう童貞じゃないんだよ。すげえ未来の僕。だから自信を持って早く大人になるんだ。ほらよ、達者でな。